嫉妬ってやっぱり相手を愛する究極のそのなんていうの、ね、嫉妬がないと愛じゃないって、まあ、言葉そこまで言っていいか分かんないけど、大事な部分ってあるの。こいつって嫉妬したことあるの？え、もう常に嫉妬ですよ。それ聞きたい聞きたい。赤さんなら通称どうやって僕、例えば僕なら、僕今こんなめちゃくちゃ喋ってますけどもプライベート静かですからね。でも私はいくらでも何でも話はあると思う。あ、ほんまですか？うん、で無理に合わせる気ないけど、それと私が朝早くてもごめんね先帰るとかって言えないたちなの、加賀さんが。うん、あ大変、明日6時から出発しなきゃいけないのにとか思っても先にどうも出れないたちだから、うん、僕でも逆に聞きますよ、明日何時ですかって、うん、それで6時とか早かった、あじゃあもう帰った方がいいよね、じゃあマネージャーになれ。いやちょっとまだキンキキッズやらなあかんから、ね、あそうなんだ、うん、はい、岡田純一君です。髪の毛一緒じゃないかお前。そうですよ。でだからあのどこまで岡田純一に近づけるか。これは岡田君ですね。可愛いでしょ岡田のこのつぶらな瞳。この、え、この人とさっきの人同じ人ですか？同じですよ。どっちのタイプが聞きたいですか？どっちがあるんですか？まあ、じゃあ男性の男性のタイプですか、うん、もちろん岡田君です。あら V6 の、はい、いやそれをそれちょっとそれはまずいですよね。あなたも岡田狙い？私はもう結婚するって決めたんです。やってんのこの子。やってんのあんた岡田君と。そのトーク。ほらきついわ。お客さんも色引いて行きたいなと。普通に戻ってもたよ。なんか戻らへんで。あ、岡田君ですか。そうですね、岡田君。岡田ね。可愛らしい。食べちゃいたい。家食べられたい。家食べられたい。どうですか、タクロさん。でもあれなんですよ、最近ほんまコンサートでもおから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 言うんで、うん、俺の立場がないんですねえ、うん、でもなんかもうこれはもうするってもう届け出しましたから。ありがとう。また今どっから声出してるかわからん声でしょ。多分なんかあのガス吸ってねえ。はいはい。なんでしょう。お前どうせ取って取れ言われたんやろ。ほらラブラブなものを取るでやって。ラブラブなもんやないか。別にな、ラブラブなわけないやん。ラ、今ラブラブですよ。ラブラブ。もう俺たちは愛し合って。ホモセつながれつか。っていうかね、ここまで性格似てるやつあったん初めてやもん俺。ああ岡田とな。うん、ね。めちゃくちゃ似てる。でこの人はかっこいいね。なんでお前上裸やん。裸でジニパンでスノボやってるから。これは勇ましいね。かっこいいこれ。はいこれ来た。飛ばすなよ。飛ばすなよお前。なんで飛ばすねお前。な見たないわ思って。はいこれスターウォーズと同じ格好してる。これいい出来やな。自分でめっちゃおもろかったもんこれ。おい何やってんねんって自分で思ったもんね。しかもめっちゃ真顔やからな。で岡田にもこんなんなって撮ってもらって、剛君もうちょっと手上とか。何やったのお前2人。これ撮るの結構時間かかったよな。時間かかった。あのスターウォーズの下にビデオとか乗っけてやな、あ上げて摂取してやな、摂取して入るようにやって。大変やったこれ。すいませんね。しかし休憩時間もカメラはジャニーズを追いかけ続けます。そして V6 裏対決テレポー一本勝負。
疾走した後の腕相撲だ。Ready? Go!いやいやいや、とてもバテバテとは思えないいい勝負だこりゃ。こいち見事勝利。負けたら当然罰ゲーム。あの家でたこ焼きパーティーみたいなの。あ、すごい。あ、やってるよ。ほんであの僕あちょっと面白いなと思ったのは、うん、たこ焼きの生地を入れるこういう、はい、まああるやつあるじゃないですか。あるんですか。やつがあるんですよ。はい、あのタコの形をした。あらやだ。しっかりタコの形をした。あれ足から出んだっけ？口から出る。口からだっけ？タコ口からな。あからチュー。あれね。腹立つなこれと思ってこうたんですよ、うん、ほんならもう意外に意外にね毎回やるときに本当腹立つんですよ、うんうんうん、ちょっとなんかおどけてこういう顔で口からプーって出すんで腹立つんですけどねあれね。あれ面白いね、うん、俺も家行ったことないのに。俺かってないのないないっす。俺かって駐車場だけですよ入った。え、こっち。はい、本日のゲストは竹内優子さんです。よろしくお願いします。私にはかなりのお久しぶりという感じでございますね。覚えてていただけますか。もちろんです。一応恋人役というかなんていうか微妙な感じでね。そうですね。ジョシ君もうちのマネージャーに顔にメイクをするのはやめてください。そうですね。あのメイク全部取って全部やり直したりとかしてるね。でもそれがちょっと顔がカールさせたりとか歌舞伎になってました。うん、まあ俺らに分からん話されてない。2人しか知らん話してすまん。ここはどうなんどうなん。仲いいの。仲いいよの、うん、仲いいよ。ここはココリコ田中とあのピラミッドになってる感じだな。誰が上なんですか。竹内ちゃんやろ。あ、確か、うん、竹内ちゃんが一番上で俺と田中君が竹内ちゃんをこう一生懸命支えてる感じ。、うん、年齢的にはでも田中さんが上。田中君だから AB なんでここの2人。テレビですよ。ご飯食べに行ったりとかね。あ、してんの。したよね。もうメールやったりとかするよ。まあでもメールの。どうかした。なんや。で田中君があの今日ちょっとどうしても寂しいと。俺の方が寂しい。俺も一応共演したのに。負けじと寂しい日々をね、うん、今ずっとゲームにハマってるからね。共演しとんねんですよ。なんだかな、こんな感じだね。ね、それでは思わずドキッとしてしまう男性の仕草は、笑った時に思いがけずすごくその笑顔が無邪気だったこと。じゃあこれから潜ってみたい海とかあるわけ。ただ魚が見てみたかったんですよ、海の中から。え、その時に何見た、潜って、とかアジとかキューバーやって美味しそうだったっていう人あんまいないよ。綺麗だったっていう人はいるけど美味しそうだったらなかなかない。綺麗なのあのイソギンチャクみたいなのありましたけど、うんうん、そういう観点でスキューバーする人あんまいないっちゅうの。でもねって思ったんですよ。それで剛くんは釣りをするでしょ、うん、多分あそこに剛くん上に座ってるとして、うん、私が下からアジいるよとか言ったら、うん、いい感じの晩ご飯とか用意できそうだよね。そうやな、ね、ちゃんとあのおかしい話だ。夫婦
一問一答の時 の目線もすごい気になったんですけど。だからあのなドッキリカメラみたいなやつで棒つけといてさ水中でかけるやつをアジこの辺ありみたいなこと書いてもらって下からこうバッて上げてもらってそんなことはどうでもいいよねもうなんかやんなかったえなり君はお酒飲むとどうなるの飲まない未成年ですからいつも焼肉屋でウーロン茶飲んでるお前も大抵ウーロン茶やがなこの前ちょっとなんかおウーロン茶のなんか割ってるのこの間はねゆでだこみたいになってた赤いですめちゃくちゃ真っ赤やった飲みたい気分だったんですけどいきなりなんか真っ赤な顔でえなり君膝枕してびっくりしましたよ何をおっしゃってるのえなり君ぐらいかなと思ってさ俺横にいたはずやのそうだよじゃあ続いての写真おい何これおいおいおいちょっとなんかこれ何これなんかなちょっと仲いい風え、何ですかなんかこれどういうことこれ最近ですよね最近うわわわわうわわわわこれは先日番組に来ていただいたので、ドンと兄弟の写真を撮らなきゃいけないんでっていうことで、なるほどね、じゃあとびっきりの笑顔でっていう。またなんかこう似合わないあややっぽいことしてる。あれはそれは。品川です。小一さんとはプライベートで遊ぶの？遊ばないです。絶対？うん、え私とメルトモじゃないですか。うん、小一さん焼き餅焼けます？そんな話題にもなったことないですあの強さバラエティとかでねとりあえずあのお風呂入りましたもんね一緒になんてことをしてるんだそれは結婚前かとか全然前ですよ ね, 前ですよねだって5、6年前じゃないですかお風呂そうですよ、はい、お風呂だって僕小池栄子ちゃんともお風呂入ってますからねちょっと待ってくださいプライベートでみたいになっちゃってるんでごめんなさいまあ剛がやってる番組にね何かのゲストで僕ら呼んでもらってねちょこちょこでまあ電話番号も交換しまして僕と、うんでね僕はもっとね親交を深めたいな思ってね、まあ、親友になりたいなと思ってね飯行こうかみたいなね話してたんですよちょっとしっとりめなおお前誰にアピールするよし吉井さんにああそうね吉井さん録画してるって言ったんですよ本当にそうなんですかそうなんです頑張ってありがとうございます昨日ちょうどこの収録の前の日になったんですけど、はい、今日ライブ、はい、ライブ行かせてもらってあそうなんですかよろしかったらいらっしゃいますかって言ってみたらそうメールいただいてメールだね昨日ちょっとだからあのなんていうのかステージと客席でちょっとデートしたみたいなねえどういつ友達になるっていう企画でメールアドレスを本当に交換してもいいというなんか流れがある番組だったんですよあの時って、はい、なんかこういう形のグラスを、はいはい、なんか色違いではい、はい買いました買いましたよね、はい、持ってます持ってますうっそ、はい、本当に持ってますあのお揃いでしたよねそうですよお揃いですつながってたんだっていうか大丈夫ですかそう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 あれ見るたびに強しく思い出すんですよあのちょっとごめん見るたびに強しくごめんなさいオンエアできひんかもちょっと、うん、ちょっといろいろあったんですよあのいろいろうんね、うん、あったんですよいろいろあー美味しいこれわ美味しい大丈夫これと合いますよ、はい、合いますね幸せですね幸せだねお酒に合うね
年前デートしたの？デートしたのは2013、14、15、結構前だね。15、16とか。そうなんですよ、急にデートしたいって言われた。新しい入り方だよね今って。なんか昔みたいによろしくお願いしますおーみたいな感じじゃない。ないね、うん、